僕は八時半を回りました。宅建節今宵もお届けするのはこの方です。はーい、宅建節です。店長です。<laughs> <laughs> はい。よろしくお願いします。変なスタートで毎、毎回。<laughs> はい、えっと、今週はもう始まったんですが、えっとですね。今週は、えっと、初っ端は、一応ちょっと資格の話を。まあ、多分興味ない人いっぱいいると思うんですけど、はい、とりあえず <laughs> あ、なんだろうな。 人間不幸はあのなんだろうな人の不幸は。 なんとかの味って言うじゃないですかそこをちょっと聞いてもらえたらなと思ってでちょっとそれをちょっとあの自慢話風にあの、はい、進行していくんですけどすあの先週の日曜日まあ去った9月の8日、はい、ちょうど宜野湾市長選があった,ああた、はい、この日だったんですけど佐喜眞さん無事当選してよかったと思うんですがその日に自分もあの選挙ではないんですけど、はい、フイナンシャルプランナーを 2>,、はい、<laughs> 2級を受けてきまして。 でそれで、えっと、今回、えっと、その前に投資不動産販売員って言って、うん、その資格を20日間ぐらいかけて、うんまあ、どうにかこうにか,なんていうかな滑り込みで合格できたんですけど、うん、そっからの1週間、えっと、次の週の月曜日から、えっと、詰め込み始めてでその週の日曜日にテストを受けてでやりながらやっぱ間に合わないなって思ったんですよ。<ー>で学科と実地 本当は片方だけ受験もできるんですよ、ねうん、ですねもとりあえず、えー、と実地は、えー、と計算問題なんで自分数字が嫌いなんですよとっても数字が嫌いなんでどっちかはなんか文章系が好きなんで、はい、だから学科をもう多分どっちか片方を集中的にやらないと、うん、多分通らないと思って学科だけ集中的に 一週間ガって詰め込んで、はい、でやってきたんですよで。その結果をちょっとだけ話そうかなと思って、はい、でえっと学科試験がえー、っと実際が六十問の、はい、えっと四肢択一なんで、うん、えっと選択問題ですねの中のえー、っと合格基準点がえー、っと六十パーなんで三十六問 60問中36問取ってれば OK なんですけど店長一応学科は終わった時によしこれは多分いったなって思ったんですよ何を勘違いしたのかで結果一応29問しか取れてなくてマイナス7問まあ足りなかったんですよ実際思ってたより思ってたよりでんでこの錯覚に陥ったかなと思ったら6分野あって学科が6分野のうちの 4分野はめっちゃ頭に詰め込んだんですよ。うんはい、で最初にこの4分野前半の4分野がめちゃくちゃ出てきたんで,、うん、で結構解いてる感じであ分かる問題だなっていうのが結構あって、はいうん、で後半はなんとなく多分これだろうなこれだろうなでもなんかなんだろうな めめちゃめちゃ的は外してないだろうなと思ったら、うん、最後らへんでもう連続で10問とか外してるんですよ。あもうこの時点であなんか採点しながらあこれは無理だ思って数えたら29問しか取れてなくて、はい、で実技試験が、えっと、学科が午前中なんですよ。うん、えっと9時半からん ?9 時半じゃない10時十時から12時までなんですね。はいうん、でえー、っと 店長はちょっと早めに、えー、となんだろう会場出ることができて、うん、で出て、飯食ってでその後にちょっと待ち時間で実技の計算問題を、うん、一応なだろうな、まあ、簡単に目通すぐらい、うん、あこういう公式だったよなみたいなこのパターンになればこの式使えばいいんだよなぐらいの感じで見ててて、うん、それで、えっと、ファイナンシャルプランナーの3級の実技試験って20問なんですよ。うんはい のの中の6割なんで、うん、単純に12問取れてれば OK なんで,、はいうん、で自分も2級も多分それぐらいだろうなと思ったら、うん、試験始まるじゃないですか70問あるんですよ、はい、問題が、うん、<laughs> 嘘だろうと思って勉強して70問もあるのと思って、はい、70問一応解いてきたんです、ね、でも時間もギリギリだったんですよ。すすねうん、時間もギリギリリで残り 試験委員の人が「はい、はい、残,り残り時間10分になりました」みたいな感じで言うんですよ。いいで,、うん、でもその時点であと5問ぐらい残ってたんですけど、うん、もういいやと思って全部3にして、はい、<laughs> 答えを <laughs> 全部3にしてでそれで提出してでその結果が一応70問中、うん、合格ラインが42問。うん のの中だから意外にマイナス5なんですけど学会よりこっちの方が取れてるなみたいな変な感覚があってなんか面白くないなこの資格試験と思ってもう原稿かなと思ったんですけどなんかやっぱちょっと悔しいんで今すぐにも本当は受けたいんですけどこれまだ紙の試験ででえっと何月かな5月9月1月なんですよ。あなるほどうん で年に3回、まあ、1月から言えばいいのになんで途中でおっしゃんだろう, <laughs> <laughs> もう本当は1月、5月、9月なんですよで3回あるんで,、はい、でもうこれ落としたらまた来年の1月まで待たないといけないんですよ。よ、はい でもも一応うここまできたら2級まではなと思いながら一応もう一回受けようかなと思ってるんですけどなんか微妙な結果でやっぱり1週間で詰め込み作業はちょっと無理があるなもう少しもう少しちょっとなめてたなと思ってどうにかいけるかなと思ったんですけどでこれぐらいにしときましょうねちょっと不幸なお話は結果ダメでしたっていう話だったんですけどで 一、えっとね、個あ、はいまあ、もうちょっと時間あるかな、うん 1>, えっと、1個、えー、っと今から話す本題の前に、はい、今日、車の中でちょっと思ったんですけど、はい、なんか人間ってななんだろうな例えばお腹空すいたってなるじゃないですか、うん、でご飯食べるじゃないですか、はい、満足するじゃないですか、うん、で満足してる間ってもう他になんだろうな目がいかない、うん、ですよね。な、はい、なんだろうな えーとそれを何だろう、えー、と男性目線、まあ、何だろうな店長目線で考えると、うん、男の人って女の人どんなか分かんないんですけど、うん、男の人ってじゃあ好きな人ができました、うん、でこの人いいなって思うじゃないですか、はい、で、まあ、何だろうそ,れをそのんていうんですかね口説くっていう言い方がちょっとあんまり合ってないと思うんですけど何、うん、だろうなその人に好かれるように努力して、はい、できっかけを作って、うん、でまあ 無事告白して付き合うってなるじゃないですかでここが多分ご飯でいう満足なんですよねここが一番最初の満足ラインでそっから付き合っていく中であれもしたいこれもしたいでデートここ行きたいねとか旅行行きたいねとかあるじゃないですか二人のでんかこれを重ねていくのも一つの満足ラインだと思でもこの満足ラインをある一定数値を満たした時に何だろうな 目移りすると思うんですね。男の人って何だろうな。えっとずっと同じものを見れない。何だろう。ずっと同じものを見れないっていう表現はちょっとおかしいですけど、新しさを求めるみたいな、そうそうそう新鮮さというかみたいな感じですか。そこを求めてしまう。別になんかそこに行くとかじゃないですよ。浮気するとかじゃないですよ。浮気するとかじゃなくて、なんか今まで目に入ってこなかったものが急に目に入ってき始める。 っていう瞬間があるんですよ。あ、分からん。これ自分だけなんですかね。これ自分だけだったらダメ男すね。あるんですよ。このなんかその瞬間がなんかなんかしばらくずっと付き合ってるじゃないですか。別にマンネリでも何でもないけど、なんかそこからなんか不意にパって目に入り出す瞬間があるんですよ。でその瞬間をいつも何とも思ってなかったんですけど、たまたま今日車のこの来る途中でなんかその お腹すいたなーからの連想でなん,んでかしらんすね。<笑><笑>何の連想ゲームなのか分かんないですけどでなんかやっぱそういうのって男性特有なのかなと思って女性の人って逆にこの満足っていうか男性とはまたちょっと違うくて自分のイメージですよ、うんはい、男性の人はある一定ラインを満たすと満足してしまうんで、うんうん、そっから別のものが。 なんか視野に入ってくるんですよ、うん、でも女性の場合って最初なんですよね、はい、自分が思<ー>うのいですか、はい、で付きあって,合ってその頃はなんかえー、っとねなんだろうな満足の、うん、うんと数値が、うん、うん違う満足のあれが深いっていうんですか男性の場合は満足が浅い、うん、なんて言うんだろう <laughs> 表現の仕方が難しいなでもなんかそのこのなんかな度合いが。 この笑う壺とかあるじゃないですか壺が浅いっていうその浅いっていう意味で男性は浅いと思うんですよこの満足値が女性の場合はそこが深いと思うんですよ。なかなかじゃ埋まらないみたいな感じですかなんていうんですかね満足にならない最初の頃はなかなかそうなんですかねじゃなくないですかじゃあかんないです自分の勝手な妄想じゃなくて自分の勝手な思い込み見解みたいな。 なのかなと思って。はい、逆に女性って、その満足が深い分、うん、時間を重ねて、この満足値を満たしていくから。うん、他が見えなく、後々なってくるのかな。ああ<ー>。あ、違います。そう,まそういう感じなんですかね。でも確か、<laughs> そういう感に見えます。うん。確かになんか、ね、その。付き合うとかってなったら、多分他は見えなくなる。のはすごいわかるんですけど。うん 最初からこう他が見えなくなるってあります女性の場合って例えば付き合うじゃないですか、はい、めちゃくちゃ好きな人がいて、うん、で付き合った瞬間からもうパッて誰も入らないって女性もなります、うん、男の人みたいにもうこの人しか見えないみたいなうえどうなんですかねあーうーんではないですよね女性はでもだからといってなんかそんな周りをめっちゃ見てるわけでもないですけど、うん、なんだろうな、うん、と例え話で言うと、はい、まるみさん、うん うんと男性が、うん、例えばめちゃくちゃ好きな人がいて、はい、デゴの人とお付き合いしました、うん、もうめちゃくちゃ時間かかって、はい、ようやく手に入れた、まあ、手に入れたっていう表現おかしいですけど、うん、<laughs> ようやく付き合えたとするじゃないですか、はい、そしたらなんだろうな今までちょっといいなっていうか今まで普通だったらいいなって思うような女性に声かけられても何、うん、とも思わないんですよ。ていうかもうなんかしゃべる意味がないしうん、うん ここで喋ってて、なんか、彼女に変なふうに思われるのも嫌だから。なんか、ちょっとあしらうではないですけど。まあ、これは店長だけなのかも、わかんないですよ。一般の男性がそうなるかどうか、わかんないですけど。例えば、なで言うと、そういう感じ。ああ、あ、でも、一応、そ、そんな感じは、でも、ある気がしますけどね、女性も。あ、あります。付き合った最初、何、それ一応あります。ちゃんと。なんか、よく、あれがあるじゃないですか。なんか、付き合いだ付き合った途端に、モテるみたいなのがあるじゃないですか。たまに。ああいう時に、なんか。 あこれ付き合う前だったらよかったのにハハハみたいなあその感じが一応ちゃんとあるんすかうん、うん、っていうのはあるなって今パッて思いましたけど付き合う前だったらよかったのにうなっていうのをなんか軽く思うみたいな感じでももう今付き合ってるから全然もうなんかこの眼中にないっていうかうん眼中にないというかう、うん、なんかもう本当にそういう対象として見ないというかな<ー>なんていうんですかね だなみたいな完全に枠外に外れてるようなイメージですうん。でももしかしたらそれがすごいめっちゃ思ってた人とかってだったら多分ちょっと後悔とかはするかもしれないですけどこれでめちゃめちゃ押されたら揺らがないですか女の人は例えばですけど例えば付き合うじゃないですか付き合ってじゃあ愛咲美さんが言うちょっとんかその付き合う前はいろいろあっていい感じだったんですよ でもか何かの拍子でちょっとタイミングが合わなくてこの人と付き合ってしまって、うんはい、まあその後に、うんうん、まああのただの、<laughs> あそうそうそのその良、うん、い,い感じだった人からみたいな感じですよね。もうアタックされたら揺らがないですか？揺ら揺らぎはしないかもしれない。<あ>なんか揺らがないというかなんか、あもうちょっと早ければよかった。 頼みってこれぐらいの感じなんですか思う感じやっぱここに行こうかなっていう迷いは一切ないですでももう付き合っちゃったからなんかもうなんていうんですかなんかもう今更戻れないしなみたいなこれ女性みんな思うですかねえどうですかこれ私だけかなやっぱそうなんですか気がします逆に自分はイメージとしては女性はこのタイミングで今の条件だったら行くような気がするんですようんうん 男の人は多分行かないいと思います、はい、このタイミングではやっとお付き合いできたのにこのタイミングでここまでかけてるあっだろうちょっといろいろ語弊があるんですけど <laughs> 言い方にいろいろ語弊があるんですけど、はい、ここまでかけたんだろうな、はい、時間とか思いとかをんだろうな全部こうチャラにしてここに行こうっては、はい、まずよぎらない最初の段階では。 男だと思ってるんですよね。まあでも世の男は分かんないですよ。少なからず山口さんぐらい同じ時間が見てほしいなっていうくらいだって <laughs> ちょっと山口さんもどうなるかわかんないですけど。うんうん、って思ってて、はい、なんかなんか女性はその逆で、うん、やっぱり付き合い始めだからこそまだ、うん、なんだろう関係が浅いからこそ、移転しやすいのかな、うん、みたいな。ね、うん、で,でもなんかそういう女性もいそうですよね。一応います？近くにいたような,いそうな気がするけど。 うんなんかいたようないなかったようなみたいな,なんか思い当たる気もするけど<ー>みたいな感じじゃあまあ,あま世間的に世間一般的に言うと女性も男性と同じで、うん、付き合いい始めは揺らがない、うん、でも女性はでも逆に長ければ長いほど揺らがなないんじゃああねそれもあると思いますでも長ければ長いほど逆に、はい、そのなんかマンネリみたいな。 感じになってくると危ないパターンもありますよねうんでもそこで目移りします女性の人って男の人はもうガツガツ目移りするはずなんですよ私の周りでもちらほらいますよ<あ>やいるんですかへ、うんえーそうなんですか、うん、だからいるんじゃないかな他にもって思いますけどねってことはじゃあ逆になんかなんだろうなそういうなんかあんまうまくいってない女性って、うん じゃあある程度プッシュしたら、うん、その可能性が出てくるってことですか逆にうんだと思いますけど、ね、<laughs> <laughs> 大きな声では多分言えないなん,なんかわかんない私のこれは見解、うん、私の周りを見ての見解例えばこれが10年とか付き合っててもで,ですうんあそうなんですかだと思いますで私の友達も友達というか同級生、はい、同い年の子とかも結局めっちゃ長く付き合った人とは別れて、はいはい、その後に付き合った人と1年以内で結婚したとか なんかそんな感じなんですよはい、はい、だから着る時は多分なんていうんですかその見定めるのはやっぱ女性はなんか結構なんてなんていうんですかこういうあっさりあっさりしてるっていうかそこはもう行って、ね、次に次に行こうみたいなのがある気がします一応、うん、まあ、上書きですからね <laughs> でも上書きって基本的になんか自分のイメージですよ別、うん、れて 次の恋を見つけた時に、うんはい、今の前の,の恋人が全部新しいものに上書きされるっていうイメージがあるんですよでも付き合ってる時にそれを上書きされるっていうのは、うん、女性はあんまりねよっぽどじゃないとないのかなみたいなか、うんね、だからそれこそもう本当にそう,そうなってたらもう本当に気持ちがなくなってる証拠ですよね。その時点で上書きされてたら、うん でもんか例えば「ちょっとうまくいってません」で普通に会話できる男の人がいますでこの男の人が「好きです」って言っても多分揺らがないと思うんですよ。でも男性がそれが逆のパターンだったら多分揺らぐと思うんですよ。わかんないこれはでも店長目線だけじゃ全部語弊があるんですけど今日の会話は全部語弊があるんですけどでも多分そうだと思うんですっってなるとやぱ女性 んだろうななんかちょっとあれなのかなあれなのかなちょっと難しいなどういうタイミングなんでしょうねでもそれを考える時はイメージとしては先週話した相談相手ですよね要は例えばうまくいってませんその相談に適度に乗ってくれるし適度にいてほしいタイミングにいてくれるこれで行くんだったらわかるんですよでも 例えばですけど、なんか、そういうふうに、なんだろうな、ちょっとうまくいってなくて。で、たまたま飲みに行って、で、その中で男の人がいて、で、そこで意気合して。話が合えば、この人に行くっていうわけでもないですよね。そんな軽くは、そんな軽くは多分ないですよね。でも、やっぱ、なんか、ある程度の、なんだろうな、この条件をもちろんクリアしてるからこそ、10年経って。うれたんですよね。じゃないんですか。なのかな。 うん。あ、じゃどんななんだろうだから実際どうなのかなってうんマルミンセオン的な感じで言うと、はい、どっちだと思いますそれもあり全然一般の女性だったらそれもありな部類ですかいないことはないんじゃないかないないことはないってことはじ,、ね、じゃあ例えば1 割ぐまあちょっと一部の女性みたいな。ですよね。じゃあ後との大半はやっぱりんかそういうのが例えばうまくいってませんでもそういうタイミングでたまたまんか初対面でいい感じになってもそこにんかそこに恋愛対象としては見ないってことで。少なからず最初 初対面の時はんて言うんですか回数が深くなってったりとかそのタイミングで会ってる時点で多分あれには入るじゃないですかそのんてうんですかこの人もいいかもにはもしかしたら入るかもしれないじゃないですか候補としてその時は何もなくても後々そういう対象になる候補にはなりうるみたいな。 これがじゃあ確定するタイミングっていうのはやっぱでもやっぱ多分何かしらの要件があるんですよ、ねはい、多分この、まあ、頭の中でイメージしてないなんかその要件があってそれを多分クリアしないと女性って基本的に目移り何が言いたいかって言ったら、うん、女性は目移りする生き物じゃないよねって。 男性は目移りする生き物だよね、はい、男性と女性の違いってそこだよねっていうのをちょっと今論点でちょっと喋りたいなと思ってこの会話をしてるんですけどだ、はい、か,かそのイメージが今なんか真波さんの話で「若れ着根違うかな?」ってちょっと思ったんですけど。うんうん なんかでも目移りのなんかか種類が違うう感じもするとい男性の場合は下心の脳とか十分にあるんでそれを言われると確かに目移りのなんだろうな種類っていうか性質が違うかもしれないんですけどでもやっぱりなんか本気の性ななんだろう目移りは女性と共通して同じ多分性質だと思うんですよ種類だと思うんですよ。だかからなん基本的にこの うんまあもしそれが同じだったとしても女性はそう簡単に、うん、そのなんだろうな,目移りには至らないのかな、うんうん、これが世の一般の女性なのかな、はい、まあごく一部の女性は、うん、なんだろうな、まあ、この経験値としていろんな男性を知っておきたいっていう意味で。うんうん でまあそれが悪いとは言ってないんですけどっていうんか印象があって女性ってそうじゃないのかなだからんか男性が付き合い始めて安心するのはそっからくると思うんですよ。ああこうやって揺らがない目移りしないから長くなれば長くなるけど多分揺らがないだろうなっていうんだろうな変な自信男からすると。が 浮気する、ま、浮気する浮気しないはちょっとあんまり経験しないから何とも言えないですけどあなんだかんだじゃあそれってちょっと他のところに心が向いてもそんな簡単には逃げないだろうみたいなうん、うん、っていうイメージがありますそんな簡単に目移りはしないだろうから大丈夫みたいなのがあるってことですかは ここにもし万が一本当にスイッチが入った場合は、うん、男性いだろうかも、うんそ,そ,そ,うん、それはあると思いますうん、それは、うん、男性の場合は、はい、やっぱりてん、ま、天秤にかけるっていう表現も,もうめちゃくちゃおかしいんですけど、うん、語弊ばっかなんですけど今日の会話が何 <laughs> だろうなやっぱあの比較するんですよね、うん、やっぱり何だろううんとどっちも同じ良さがあって、うん、でなんかその中でやっぱ若干違う部分が、うん、多分この。 個人的な相性だと思うんですけどその相性の合う合わんだって人生長いじゃないですか、うんはい、それの一生涯のパートナーって考えた時に、うん、やっぱり相性ってやっぱ重要だと思うから、うん、この相性のこのんだろうな数がどんだけ一致してるかが、うんうん、多分将来的に絶対そこがんだろうな重要っていうか夫婦円満の秘訣だと思ってるんですよ。うんうん、でやっぱ 結婚してない間っていうのはその相性の何だろうな数が多ければ多い方だ男性はそこに行くと思うんですけどでもやっぱ行く前にやっぱり天秤に一旦かけるんですよこっちが20こっちが25だとしてでも25で5こっちが上回ってるけどこの中でこっちの20のこの5の20の中の5の部分はこっちには持ってない5が含まれてる。だだからこっち上けど こっちはまた違う号を持ってるからトータルの評価で見るとあっち25こっち20だけどでもやっぱなんかその良さを中身を見るとみたいななんか本当にクズ男が喋ってるみたいですね自分で喋ってて本当にクズだなと思ったんですけどまああくまで一例ですよ多分なんか男性ってだからそこで多分迷いが出るはずなんですよやっぱこっちだなやっぱ男性ももちろん一緒にいればいるだけ言わなくていいのが へあなんだろうな言わなくていいことが増えるんですよ例えば付き合い始めの時って、はいうん、うんと例えばですけど「じゃあお腹すいたな」とかとかなんか例えば落ち込んでる時になんかこうしてほしいなっていうのも言わなくてもわかると思うんですよ長くいるば落ち込んでる時はそっとしておいてほしいとか、うん、落ち込んでる時になんかこの。 この好きなお菓子があるとか好きなものがあるから、うん、それだけ置いとけば、うん、なんかちょっと気が楽になるとか。うんうんうん そうういなんかドラマを見ればとかそういう種類があると思うんですよ。それを言わずとやってくれるのが長くいる人の秘訣というかそこに長く一緒にいすぎるから相手が何を求めてるかも分かるから言わなくても察してやってくれるんですよ。それの居心地の良さが多分一番でかいと思うんですね。 わかんなないいじゃですか言わないと伝わらない部分って多くてそれを言うのも気遣いながら言葉を選びながら言うと自分が疲れてくるからって考えた時にただ魅力的だなって思ってもここを天秤にかけてこの難儀とは言わないですけどそこを天秤にかけた時にやっぱ今が一番いいのかなみたいな何の話をしてこんなにしゃべってですからもう8秒しかないですけどじゃあ今週はこれで。ありがとうございます。